スーパー J チャンネルは1997年3月31日からテレビ朝日をはじめとしたアン系列で放送される夕方の報道、情報番組。略称は J ちゃん、J チャンネル。開始当初はスーパー J という略称も使われていた。アンスーパー J チャンネルは1997年10月4日からテレビ朝日系列で土曜日と日曜日に放送開始。 タイトルの頭にアンがついたのは前編がアンゾーンであるため2006年4月より関東地方では最も長く続いている夕方の報道番組となるまたアンニュースレーダーを超えてアン夕方の全国ニュース番組では歴代最長寿となったステレオ放送はスーパー J チャンネルは番組開始時からアンスーパー J チャンネルは2000年4月2日から実施 2010年3月28日まで夕方の全国ニュースでは唯一のステレオ放送だった。2010年10月4日よりリアルタイム字幕放送を実施。当初は月から金曜の暗枠のみだったが、2012年4月1日から土日用の前編で2014年3月31日からは月から金曜の全編でも実施されるようになった。 字幕放送の開始冒頭には字幕がつかない場合がありますご了承くださいと文字多重放送により表示される。かつて月から金曜の暗枠で番組開始時から2000年3月末まではナショナルスポンサーを設けていたことがあるがテレビ朝日において現在平日の民放全国ニュース枠で唯一ナショナルスポンサーがない。 全国ニュースを伝えるアンゾーンは、クロスネット局の福井放送、テレビ宮崎を除く、安全局で、フルネットされている。また、平日の放送においては当初は、アンの冠があったが、2005年10月から2019年3月まで、アンの冠は、年末年始の特別編成以外は表示しなくなった。しかしその後2019年4月1日から、 再び表示されるようになっている。1997年4月から1998年9月、石田、田代、小宮、田代時代1997年3月28日まで6年間放送された18時代のステーションアイトド,ドラマ再放送枠、ミネ・太ーの金曜間が、ジン・ゴジラ及びスーパー戦隊シリーズの放送枠だった17時代を統合、大幅に、 内容刷新し、開始時刻を58分早い17時に前倒し、放送時間を2時間に拡大した夕方のアンニュース枠として1997年3月31日に放送を開始。当初の1年間はメインキャスターに、月曜日から木曜日までは俳優、タレントの石田純一、金曜日は当時マルチタレントの田代正史を起用。サブキャスターとなる、 同局アナウンサーには、二人のパートナーとして、月曜日から木曜日までと初期の金曜日は、高橋真紀子、途中から金曜日は、萩野潮子が、さらにニュース担当として、坪井直樹が起用された。この他に、コメンテーターとして、渡辺京次郎、コーナーレギュラーとして、スポーツ担当には、荒木大輔、田中光、リポーターには、長嶋和茂、17時台の天気予報には、 よだつかさが登場した。わかりやすいニュースと多チャンネル情報と掲げて視聴ターゲットを主婦以外に若者にも広げ、曜日ごとにスポーツグルメトレンドマネー、エンターテインメントをメインとした若者向けのトレンド情報を重視した他ミニアニメを放送。さらに18時台の天気予報には CG のキャラクターを用いるという斬新な企画が放送された。 各コーナーのタイトルは、スポーツ CH、ウェザー CH 等と CH という故障に統一。また、アーク放送センター移転以来11年半、使っていたテロップ機材を本番組開始を機に更新した。この当時17時台のネット局は少なかったが、17時30分に飛び乗り、ポイントがあり、 18時台の全国ニュースは前番組を引き継いで18時18時30分の30分間としていた。金曜日18時台の全国ニュースは開始当初こそ、田代と高橋が進行していたが、開始後数週で、高橋、坪井コンビで進行し、スタジオセットのソファーで田代とコメンテーターの渡辺がコメントをする形となった。その後、番組開始から3ヶ月後に、 金曜の女性キャスターが高橋から萩野潮子に交代したのを機に、田代は18時代の全国ニュース枠には出演せず、別スタジオから渡辺、坪井と殿本優子が伝える形式となった。番組開始を機に1996年9月で日本テレビでの放送が打ち切られていた、ヤンボー、麻婆天気予報を2000年9月29日まで17時代の天気コーナーとして放送。 しかし、石田の私生活の問題が報道されたこともあって、視聴率は5%前後と、当時同時間帯トップレベルの高視聴率を稼いでいた日本テレビのニュースプラス1や TBS テレビの JNN ニュースの森に大きく水をあけられた。結果的に1998年4月2日、放送をもって石田が降板。公認の2代目メインキャスターに、 ニュースステーションから移動の形で小宮悦子を起用し、坪井はメインキャスターに昇格。小宮、つ坪井コンビは12年続くこととなる。4月リニューアルでは女性の目線を強調し、タイトルロゴやセットは一新されたものの、放送内容に関しては CH をコーナータイトルから外した以外は小幅なリニューアルに止まった。一方で金曜日は田代が続投し、 同年10月2日まで務めた。小宮も金曜のみニュースステーションへの出演を半年間継続した。1998年10月から2010年3月、小宮時代1998年10月5日、主婦にターゲットを絞りコーナーをほぼすべて入れ替え、構成を大幅に変更。このリニューアルから六本木ヒルズへ移転までの5年間、スタジオも 報道局隣接の N スタジオに移す。リニューアル当初、17時台の特集コーナーを、生活情報局と題し、小宮やつぼいが参加せずにサブキャスターが進行した。その他17時台は、ローカル枠に、世にも明るいニュースを放送し、リポーターと小宮の進行で、このほのとした明るい話題を提供した。このリニューアルで飛び乗り飛び降りのポイントを変更し、 ニュースコーナーが始まる17時5分、ニュースの途中の17時20分、17時40分、ローカル枠の後の17時45分、暗枠が17時54分から18時28分までに変更し、暗枠の最後には、市況情報に加えて、全国の天気を放送。後に18時20分ごろに、特集今日の5分間を開始。2000年になり、富士テレビが、 スーパーニュースを4月3日から17時に放送時間を拡大。さらに、日本テレビのニュースプラス1も10月2日から17時に放送時間を拡大し、民放キー局3社の夕方のニュース番組が2時間番組になる。これに対抗すべく、分刻みのタイムテーブルの変更を行った。10月には、放送時間の繰り上げを実施。放送開始時刻は16。 5517-00と17時34分に、飛び乗り飛び降り点18時台ニュースは17時54分から18時17分までと、した。これで他局より早く、ローカルニュースを開始させている。18時台ローカル枠の特集コーナーは毎日、放送するニュース特集、J のこだわりを加えた2枠に増え、特集コーナーが4回放送されることに、 2000年末の3時間特番において初めて19時台に進出した。2002年9月30日に J のこだわりを17時台最初の特集となり、スポーツニュースコーナーが廃止、天気予報が18時19分放送となった。2003年9月29日、報道局とスタジオがアークヒルズから六本木ヒルズの新社屋へ移転。それに伴い番組ロゴ、 ジングル、スタジオセットなどがリニューアル。特に、スタジオセットは、貨物船をイメージした巨大なセットに一新。このスタジオセットは、マイナーチェンジを加えながらも、2017年12月27日まで、使用していた。新セットを作るにあたり、一部の家具や小物は、前のセットから引き続き使用された。2004年2月2日から、ハイビジョン企画による放送を開始。 当初はスタジオ部分程度に限られた。それに先立つ1月26日にタイムテーブルの変更を実施。17時台ニュースは17時34分までに拡大し、J のこだわりは18時19分に移動し、1日の特集は3枠に。18時台ニュースは項目数を増やし、一つのニュースを短くする試みを行った。 その結果、万年4位のポジションを脱することに成功した。同年3月26日に、N ステが終了。これに伴い、3月29日から4月12日までは、N ステのセット解体と、後継番組、報道ステーションのセット立て込みに伴うセット工事のため、ニュースルームを使用して放送。2005年3月28日、 唯一1時間番組で通していた TBS テレビも16時54分開始のイブニング5を立ち上げ民放キー局5社がすべて17時台に生番組を編成するようになるスーパーニュースも16時55分スタートに繰り上げこれに伴い16時台のオープニングから最初のニュースを放送そして7月以降翌年にかけて16時台の繰り上げを実施することに なる。10月17時54分のオープニングがヘッドラインのみに変わり月きから金曜日は実質オープニングと挨拶はなくなる。2006年4月3日、放送開始時間を16時53分に繰り上げた。同日日本テレビは月から木曜日を16時53分、金曜日を17時開始の NNN ニュースリアルタイムを立ち上げ、 テレビ東京を除く民放キー局4社が全て17時前後から2時間の報道番組を編成するようになる。特集では、奥様鑑定団などの長寿企画を廃止したり、木曜を除く、J のこだわりと日替わり特集の放送順を入れ替える、などの手こ入れを行う。加えて、テレビ朝日の報道番組全体が他局の報道番組に押されている影響から、午前中の ヤジウマプラス、スーパーモーニングと同じように報道番組としては、異例の番宣 CM を、だ時間帯で放送。2009年9月28日から18時台、特集枠を一つ削除し、ニュースコーナーを設けた。その第一弾は、芸能、スポーツ B 級ニュースを中心に扱う、号外。J のこだわりは木曜のみとなり、10年以上続いていた、木曜特集。 迷宮の扉が終了。2010年3月26日で12年間、メインキャスターを務めた、コミや、番組開始以来13年間キャスターを務めた、坪井、サブキャスターとして、最長の6年10ヶ月務めた、松尾由美子、コメンテーターとして、最長の12年間出演した、靴和田隆が交番。同月29日から、坪井は、上山千穂と入れ替わりで、 ワイド。スクランブル、第一部内のアンニュース、松尾は、ヤジウマプラスへそれぞれ移動となったほか、小宮も、同年4月4日開始の日曜午前の報道番組、サンデーフロントラインへ移動となった。なお、坪井と、松尾は、交番から3年後の2013年4月1日から、平日朝の報道、情報番組、ヤジウマテレビ、で、再び共演することとなった。 2010年4月から2020年9月、渡辺時代2010年3月29日より、ミや、坪井の公認の3代目メインキャスターに、全番組、ステーションアイ以来14年半ぶりの夕方の、報道番組再登板となる、渡辺のりつぐと、坪井いと入れ替わる形で、ワイド、スクランブル、第一部内のアンニュースを担当していた、上山地方起用。渡辺と上山は、 すでに、エヌステで共演している。新テーマ曲に、パフュームの音楽プロデュース等で知られる、カプセルの中田康隆を起用。2011年1月4日から、テロップのデザインが変更された。同年3月11日から4月1日まで、東日本大震災の影響と、報道ステーションの改装セット立て込み工事のため、ニュースルームを使用した。 視聴率は2011年度以降上昇傾向にあり、同年4月から6月までの第1クール平均が民放同時感対1位となり、同局社長の早川洋より、社長賞が番組に贈られた。いずれも、開局以来初の記録。直前番組のドラマの再放送枠の視聴率が高く、それをそのまま引き継いでいるのも、要因の一つとされている。2011年7月より、 全国の天気が17時34分頃にも放送される。ついで、東日本大震災の影響で2011年12月まで東京電力管内の当日の電力使用率も伝えるようになった。2012年3月26日より、セットの LED モニターをクリスティマイクロタイルに変更した。また、キャスター席の後ろにも同じくマイクロタイルを設置している。 6月20日から6月28日の間は一時的に18時53分終了となり、これにより19時台の番組はテレビ朝日など一部のネット局でフライングスタートを実施。その後も2013年頃まで期末、機種改変期や年末年始といった特番シーズンにおいて不定期に編成された。2012年の年間平均は民放各局のみならず、 NHK 総合テレビを初めて抜き去り同時艦隊1位を記録。2013年2月の月間平均では10.0%を記録している。2013年3月25日からは、ジウマテレビ、とスタジオの共有を開始した。同月29日をもって、上山賀社の制度を利用して、ニューヨークへ留学するため、番組を交番。同年4月1日から、 これまで、水金曜のサブキャスターだった、八木雅子が上山に代わり、メインキャスターに昇格した。同年9月30日からは16時54分の飛び乗り点を廃止し、17時代のネット局は16時53分開始に、統一された。2014年12月に、渡辺はアナウンス職を離れたが、引き続き、テレビ朝日専属キャスターとして当番組への出演を、 継続。2015年3月30日より、月曜日区、木曜の放送開始時刻を16時50分に繰り上げ、同月27日をもって降板した、ヤギの公認のメインキャスターに、竹内吉江が登板した。同年4月3日からは金曜のみさらに1時間、前倒しの15時50分に繰り上げ、 15時50分、16時50分を第1部、16時50分、19時を第2部とした2部制が敷かれた。さらに、11年半使用されたロコと5年間使用されたテーマ曲を変更した。同年6月1日より月曜日のみ、直後の19時台の番組との接続はステブレレスとなった。2016年3月11日からテロップデザインが5年ぶりに変更された。 また、同年4月1日から4月8日は、同じ第4スタジオの、ホーステの、スタジオセット改装工事のため、再び、ニュースルームを使用した。2017年3月31日をもって、金曜版の二部制廃止並びに第一部相当時間帯の、放送を終了し、翌4月3日からは再び月曜から金曜まで、投資で平日版の放送開始時刻が16時50分に、 統一された。2017年12月28日から2018年2月16日まで、第4スタジオでのスタジオセット改装工事のため、ニュースルームに類似のスタジオセットを建てて放送した。その後、同年2月19日から新スタジオセットに移行された。なお、これまでスタジオセットを共有していた、グッド、モーニングは第5スタジオに移転し、 同じく第4スタジオを使用していた、ホーステ、サタデーステーション、サンデーステーションのスタジオセットは、ハトリ新市モーニングショーのスタジオセットがあった第3スタジオに、モーニングショーのスタジオセットは本番組と同じ第4スタジオに移設されている。2018年9月28日をもって、竹内が報道ステーションへ移動となるため、本番組を降板。 同年10月1日から公認にこれまで水金曜日のサブキャスターを務めていた林美咲がメインキャスターに昇格した。2019年4月1日からテーマ曲は4年ぶりにテロップデザインが3年ぶりに変更された。また、前週までコメンテーターとして長らく出演していた大谷昭弘と萩谷淳が交番し、コメンテーター制度を一旦廃止した。 2019年10月に金曜17時台の特集枠においてやらせが発覚したことにより同月18日から金曜17時台の特集がコーナー休止となる事態が発生その後同年いっぱいで17時台特集枠は前曜日で廃止され2020年1月6日からはそれに変わる新たなニュースコーナーニュース一気見がスタートそのため 特集枠はこの時点で18時台の1枠のみになる。2020年3月30日より放送開始時刻が10分繰り上がり、16時40分19時となる。また、全国ネット枠も3分繰り上げ、拡大した。2020年4月13日からは、新型コロナウイルス対策のため、渡辺、林の出演曜日を月水曜日に縮小し、日 金曜日は菅原智弘、大木祐希がメインキャスターを務める臨時シフトが組まれた。さらに、当月16.17日は土曜版を担当する矢島優子が20日から23日は以前メインキャスターだったヤギが臨時で出演した。同年9月25日をもって2班体制は終了し、9月28日から10月2日までの渡辺のメインキャスター最終週は、 渡辺と林がメインキャスターを大木と菅原は17時代の今知ると18時代の新着ニュースを担当した。2020年10月2日をもって渡辺が10年半務めたメインキャスターを優待。なお、渡辺は完全交番はせずコメンテーター兼スペシャルリポーターとして引き続き出演することになった。 2020年10月小松時代2020年10月5日より、渡辺の公認の4代目メインキャスターとして、過去に、ジウ馬プラスに加え、2020年9月末まで、大下陽子アイド、スクランブルで司会を務めていた小松康氏が就任した。林は、女性メインキャスターを続投するほか、上述の通り渡辺も出演を継続する。 正式なタイトルはこれまでと変わらないが、放送上のタイトル故障は J ちゃんに変更された。また、1年半使用されたテーマ曲が、ヒャダイン作曲の、カイクモミビスーパー J チャンネルのテーマに変更された。小松は、熱心な、モノノフであり、その縁で、桃色クローバー Z に、多数の楽曲を提供してきたヒャダインに、新テーマ曲の制作が依頼されたという経緯がある。 さらに、同日から、これまでのスタジオセットが、マイナーチェンジされ、テロップデザインが1年半ぶりに変更。一時期、報道ステーションと共用していた、ブーメランテーブルも廃止され、これまでキャスターが座っていたのを改め、キャスターが立って、番組を進行するようになった。番組内容も一部見直され、十八時代の関東ローカルで放送されていた特集コーナーを廃止し、 18時台の関東ローカル枠を J ちゃんと銘打った情報ゾーンに刷新した。内容はトレンド情報や世界の衝撃映像、それに最新のニュースと関東地方の天気予報をテンポよく伝える構成となっている。また、テレビ朝日の放送エリアである関東地区などの一部の地域において月曜から金曜の19時台のバラエティ番組を18時45分から 放送するフライングスタートが取られたため放送時間がこれまでよりも15分短縮された。またテレビ東京以外では唯一16時台に進出していない夕方ニュース番組となった。今回のリニューアル以降エンディングでは画面右上に18時45分からの番組の紹介テロップが表示されるようになったほか このフライングスタート中の15分間は、引き続き画面左上での時刻出しが継続され、当番組仕様のカスタム時刻表示を用いている。このため、在京民放キー局の中では日、金曜日のみいち早くバラエティ番組が放送されることになる。2021年6月28日から、17時台のドラえもんはクレヨンしんちゃん天気及び18時台の 関東の天気の BGM として人気バンドスキマスイッチの書き下ろしによるインストゥルメンタル曲かねが起用された。2020年11月現在は土曜日日曜日曜27時30分18時に放送。平日版放送開始当時、週末のニュース枠は引き続きステーション愛のタイトルで継続していたが、半年後の10月4日に平日版とタイトルを統一した。 メインキャスターは、愛から引き続き、フリージャーナリストのカニセ一と、川瀬真由美。週末版開始当初のスポーツコーナーの BGM は、カシオペアのナビゲーターズ。1999年4月10日から2000年3月25日までの土曜日のスポーツニュースについては、直後の長島美奈のネットを、スポーツ M18 で詳しく取り上げた。 2000年4月1日から9月30日まで、検証ドキュメンタリーザスクープの1コーナーとして内放されたため、単独放送としては休止。同年10月から単独番組を再開した。2006年4月8日より、メインキャスターに、平日昼のアンニュースを担当していた山口ゆたかと野次馬プラスのメインキャスターだった村上優子が就任。山口の希望もあり、 バーチャルセットから放送するようになった。バーチャルセットの風景は季節による昼と夜の時間の長さに合わせ、上半期は夕暮れをイメージしたオレンジ色の空、下半期は夜景となる。ただし、年末年始の放送や国政選挙投票日、地震などの緊急報道によっては、バーチャルセットを使わずに放送する。2011年3月12日から数週間は、 東日本大震災の影響のためバーチャルセットを使わずにニュースルームのまま放送した。2011年4月9日より村上に代わる女性メインキャスターに報道ステーションのサブキャスターの市川博子が就任。また、同年7月には公式ページが開設された。2014年3月末で8年間メインキャスターを務めた山口が一時降板。 4月5日から同年3月31日までワイドスクランブルの司会を務めていた寺崎隆が就任。2015年4月5日より日曜午前の報道番組であった報道ステーションサンデーが16時30分18時の時間帯に移動したため日曜日のレギュラー放送としては2015年3月29日をもって一旦休止し土曜日のみの放送となる。 また、3級入りした市川に代わり、上山地方が平日版メイン公版以降2年ぶりに復帰した。土曜版は2016年3月まで年に数回、放送開始時刻を全拡大して、スーパー J チャンネル拡大 SP と題して1時間の放送とし、拡大分は特集を放送した。2016年4月9日より、案の冠が取れたスーパーャンネルとして、 正式に16時30分18時へ放送時間を拡大。従来のバーチャルセットではなく平日版と同じスタジオを使用して放送するようになった。拡大分はインターネットテレ朝ニュースのアクセス数をもとにランキング形式にまとめた週刊ニュースランキングや約20分の特集コーナーを新設する。山口が2年ぶりにキャスターに復帰し、 従来のメインキャスターとお天気キャスターに加え、新たに、サブキャスターとフィールドキャスターが加わった。また、二部構成都市、16時30分17時30分は一部、地域のみ、ネット、17時30分18時は従来、通り暗枠となり、暗枠の開始時刻に飛びの利点が設けられた。2017年4月9日からは、行動ステーションサンデーの終了に伴い、 アンスーパー J チャンネルとして、日曜日のレギュラー放送が2年ぶりに再開された。放送時間は、休止前と同じ17時30分18時。日曜版のみ、2016年3月までの、週末版と同じバーチャルセットから放送する。土曜版とは異なり、サブキャスターとフィールドキャスターは出演せず、メインキャスターとお天気キャスターのみが出演する。 2018年3月25日をもって1年間放送された日曜版が再度終了した。同年4月1日よりこれまで日曜20時54分21時54分に放送していたサンデーステーションが16時30分18時に繰り上げ拡大となった。2019年10月5日より金曜日19時台からクレヨンしんちゃんが 土曜日16時30分17時にドラえもんが17時17時30分にそれぞれ移動するため3年半ぶりにアンの冠をつけたアンスーパーアジェーチャンネルとして17時30分18時に縮小されたこれまでスタジオセットは平日版と同一のものを使用していたが当番組仕様の装飾が施されたニュースルームから放送されるようになる 2020年10月4日からサンデーステーションが同月18日から2年半ぶりに21時台に戻る関係でアンスーパー J チャンネルとして日曜版のレギュラー放送が再開された。放送時間は17時30分18時。また、キャスターは菅原智博と八木雅子が担当する。2020年10月からは特集を入れるようになった。 2021年4月3日から男性キャスターの担当曜日が入れ替わった。これにより土曜版は上山がメイン格に昇格。これと同時に、それまで関東地区で非表示だった時刻出しが表示されるようになる。年末年始は平日、週末問わず、アンスーパー J チャンネルとして放送。平日は通常の平日版の出演者は休みとなり、変わって、 テレビ朝日のアナウンサー二人が日替わり交代で出演する。放送時間は日によって異なる。ローカル枠を差し替えなしにするつぼね、ニュース部分のみ、ローカル差し替えとするつぼねもあるため、関東ローカル枠の天気コーナーはそれらの曲に配慮して全国の予報になる。オープニングやニュース読み上げ時の BGM、テロップは基本的に週末版仕様のものとなり、 ニュースルームからの放送になる。年末年始か,かわらず、土曜日、日曜日に関しては、通常の週末版の出演者が担当。2015年度2016年度に関しては、日曜日は、報道ステーションサンデーの出演者が担当していた。また、日曜版、第2期終了後の2018年12月30日にも、年末特別編成に伴う、 サンデーステーション休止の代替として18時18時30分に当番組が放送された。なお、番組初年度の1997年末から1998年始は番組自体を休止し、アンニュースとして放送したほか、2000年の元日は24時間地球大騒ぎ、カウントダウン2000放送のため休止となった。すべて日本時間。以外は、 テレビ朝日における放送時間を記す。丸印は、テレビ朝日アナウンサー。メインキャスター、サブキャスター、キャスターコーナー担当キャスターコメンテーター。番組開始当初は、地方局の夕方ワイド番組に習い、ニュースのみならず首都圏のグルメ、激安情報などの生活、トレンド情報や生中継を行っていたが、1998年10月より縮小し、 政局や社会問題を中心とした特集企画を中心に据える。アンゾーンは地方発のニュースでもテレビ朝日で映像を編集する。当初は従来のストレートニュース同様に1項目に費やす、時間は短かった。17時台前半のニュースコーナーを拡大して、以降、主要ニュースは10分前後に時間を割いて伝える。 1997年7月7日から1998年3月26日まで番組初期に放送された5分放送のミニアニメ。制作は東映動画。夕方の時間帯の帯アニメは藤子藤尾劇場、ガタピシ、ドロロンパ、などの例があるが行動枠の中で放送されたのは以下の3例のみだった。 1997年3月31日から1998年10月2日まではモーションキャプチャを使った3次元 CG キャラクターによる天気予報を行っていた。しかし1998年10月のリニューアルをきっかけにコーナーが消滅した。好評だったこともあってか、天気予報公判後も2001年頃まではキャラクターがあらゆるコーナーで登場したり、 ヨダツカサ定期に共演したこともあった。演出は映画監督の田中伸幸と映像作家でシェイク代表の奥山正次の両名が担当。このコーナーは日本民間放送連盟優秀賞、日本映画テレビ技術協会大賞を受賞。CG 制作はテレビ朝日内製、モーションキャプチャーのシステムはイスラエル製であった。 土曜版日曜版2005年8月より祝日に拡大スペシャルとして放送されていた。この日は一部地域において16時30分から放送が開始された。2015年4月以降は拡大放送は放送されていない。なお16時30分からの放送は数曲程度にとどまる。CSCATV のテレ朝チャンネルにでも2015年3月31日まで。 時差放送を行っていた。開始当初は19時21時の枠で直前に終了した当日の2時間の内容をそのまま放送していたが終了時点では19時20時に主に16時50分18時15分の部分を短く編集して放送していた。当時間帯にスポーツ中継が放送される場合は放送が休止となっていた。なお、全番組の ステーションアイでも朝日ニュースターにおいて、時差放送を行っていた。年末年始は、地上波放送は30分に短縮されるため、時差放送も19時30分20時に、短縮放送されていたが2012年度からは休止。アベマヌズ、スーパー J チャンネル2016年4月11日より、インターネットテレビ局、アベマ TV 内のニュースチャンネル、アベマヌズにて、月曜弾く。 金曜の20時21時、土曜の19時20分20時に編集版を配信している。テレ朝チャンネルにでの放送終了より約1年ぶりの時差番組再開となる。また、毎週土曜、日曜を中心に本番組が取材した一週間のニュースをダイジェスト化して不定期に配信している。なお、 平日版の時差配信については2019年10月4日をもって打ち切られたが、同月7日から19時19時45分の枠で開始された番組、アベマ倍速ニュースの中で当番組のニュース VTR が一部流用されている。この番組のニュース映像は2010年頃まで、BS 朝日で月金曜日19時30分19時55分の ニュースアクセス730や同19時55分20時に放送されていたニュースアクセスで再利用されていた。ありがとうございます。